24年間働いてましたけども、1年に1回、1回じゃなくてね、昼のお食事会が1回と、それからバスで日帰りの旅行が1回あるんですね。まあ、それは参加しても参加しなくてもいいんですけども、そういうその市役所の退職者会っていうのがありまして、そこには必ず行くようにしてるんですけど、まあそれはね、なぜかというとね、昔仕事ですごく世話になった人が多く来るのでね、まあ顔を合わせ見に行くというような意味ですけどね。でお食事会はね、確か2000円ということですね。それから日帰りのバス旅行っていうのは8000円ということになっております。でね、次のね日帰りの旅行が三重県の鈴鹿だと思いますけど、湯の山温泉というところのホテルか何かその辺で食事をして帰ってくるということになって、申し込んでありますけどね、まあ、みんなに会えるのが楽しみということですね。でね、で当然その市役所の、退職者会ですからね、上はね90歳ぐらいの人が来ますね。食事会ですけどね。でバスはね80歳ぐらいの人が来ますね。でそのすごくね身のこなしが軽くてね、なんで元気そうな人もいるんだけど、なんとなく年取ってね、もうなんかすごく老けたなっていう、そういう人もいるわけですよね。でね、その結局のところね、何が違うかということをね自分なりに考えたんですけどね、やっぱりね一つはね足腰が、丈夫かどうかということなんですよね。そういうふうに自分は思いましたね。それでね、まあそれにつながることは何かということを考えると、そのやっぱりね考え方なんですね。こう自分の体をいつまでも元気に保つっていう、そのなんかね、なんて言うんだろうな、大げさに言えば哲学なんでしょうけど、まあそんな難しい話じゃなくてね、まあとにかく体を動かさなきゃ動かないようになってくよっていうことを知ってるかどうかということだと思いますね。でこの春日井市、ここは愛知県の春日井市っていうところですけどね、ここから自転車で40分ぐらいかな行きますとね、中部大学というね大きなね大学があるんですよ。そこはまあ高校もあるし、確か中学もあるということでね、大きいんですけど、そこに武田邦彦教授っていうのがいるんです。いるっていう、まあ授業してるかどうか、まあ1年に何回かやってると思いますけどね、そういう人がいて、よく YouTube でねいつもいろいろな解説してるんですよね。その人はもともとね物理学の先生なんだけど、経済のことだとかね、生物的なこととかね、いろいろね何でもね、その物理学者、要するに学者としての立場からいろいろ解説してるんですよね、その YouTube でね。だからそれ、ね、面白いからねよく聞くんですけどね、まあその人が言ってた言葉でね、人間の器官っていうのは人間の体のことですけどね、使わなければ衰えるっていう原則があるっていうんですよね。だから使わない、まあ、筋肉とかね、
脳とかそういうものが使わないとね、衰えていくっていう原則があるっていうんですよね。だから誰でもこれはね同じでね、使わなければ衰えていくということで、ですからね、使えばね衰えないっていうことは逆に言えばそういうことになるんでね。だからまあそのある市役所の退職者会で見た、なんでこんなに差があるんだろうって、同じね同じ70歳でもこんなに差があるのはなんでだろうということを考えたのと、それからその武田教授が使わない期間は衰えるということだっていう話をね組み合わせて、でやっぱりこれは体をね動かさんとよだんだん弱っていくなと思いまして、で仕事でね動く人はいいと思うんですよ、体をね動かすから。だけどもまあ我々のように年金で細々と生きてるなんて人間はね、よっぽどね自分で気を使ってね体を動かさないとね、そりゃね武田教授の言うようにね、使わない期間を衰えていくというね、それはまあ当たり前だと思いますね。だからまあこうしてね朝4時半ぐらいから家を出発して、まあ大体1時間ぐらい歩いてね、ファミリーマートのイートインっていうとこへね行くんですけどね、まあ別にファミリーマートじゃなくてもいいんですけど、セブンイレブンがねどうも嫌いなんですよ。なんで嫌いなんだって言われても困るけどね、なんかね店のやり方っていうか、まあいろいろ気に食わんと、そんだけのことですけどね、まあだからセブンイレブンには行きません。それもう一つね、椅子がね、セブンイレブンの椅子っていうのはね背もたれがないんですよ。だからね背もたれがないとねすごく偉いんですよね、丸い座席しかないみたいなとこで、だからそういうとこはね結局ねお客のことを考えてないということだと思うんですよ。早く帰れみたいな話ですからね、だからそんなとこに行かない。それからファミリーマートでもねいろんなファミリーマートがあってね、まあ、24時間イートインが使えるとこもあるんですけど、朝5時からしか使えんとかね、あるいは6時からしか使えんとか7時からしか使えんって、そういうとこがねあるんですよ。だから、まあ、自分が行くとこは、まあ、24時間使えるとこに行くんですけどね、まあ、それがちょうど歩いて1時間ぐらいのところにあると、ただそれだけですよね。まあ、それと、コーヒーが、M サイズというので、まあ、150円ということでね、だけどレジで店内で食べるっていうと 2% 高くなるというわけのわからん話ですけど、まあ自分はいつもそんなこと言いませんよ。コーヒーくださいってそれだけで、ずっとこの前から一緒の消費税同じ150円でコーヒーを飲みますよ。まあそれでいいですよ、いいと思う。脱税は脱税なんだけど、まあそんなとこですね。まあ今日は10月の16日ですけど、明日から東京に行こうと思ってるんですよね。まあその前に山梨県のバナエイジという会社に行ってね、それで石山さんという社長がいるんですけど、その社長さんの話を聞いてね、それから18日あ